ザオーボータイラーアスリートビレッジは山形県上野山市某平高原にある高地トレーニングを目的としたナショナルトレーニングセンターである。山形県及び上山市が整備し2008年に日本オリンピック委員会からナショナルトレーニングセンターとしての指定を受けた。防大平高原は標高1000メートルのザオ連峰の中にあり、上山市とザオ町を結ぶ山岳道路、 宮城県道、山形県道12号白石上野山線沿いにある。蔵王連邦の登山口として知られ、蔵王エコーラインの開通に合わせて、その拠点として、キャンプ場、ペンション村が整備され、夏季の自然体験学習、冬季のスキー合宿、一年を通した勉強合宿の場所として、山形県、宮城県民に親しまれている。地区が高にあり、気象、 地質の面でもトレーニングの適地であったことから、1990年に地元自治体により研究会が発足され、数年にわたる調査、研究を経て、1994年にザ・オーボー・タイラ・アスリート・ビレッジ構想推進協議会が設立された。以降、着々と施設整備を進めている。現在は、下記を中心に様々なスポーツクラブ、企業や、 大学の陸上競技部が合宿を行っているほか、昆虫採集、トレッキング、星空観察など、自然体験学習の拠点として、地元にも施設が開放されている。ありがとうございます。